チソル TV。 ズルズル、どうもスーソルです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでやっているんですけれども、今日はね、たまにゲリラ的にやっている近所の深夜までやっているお店に行ってみようということで、というわけでね、本日伺うお店こちらです。ドン、西武新宿線の上井草駅から徒歩6分くらいのところにあります高麗さんにお邪魔してます。こちらはね、なんと朝の6時まで営業してるお店なんですけれども、リスナーからはね、油そばがおすすめっていうことでね、やっぱりね、深夜に食べる油そばはたまらんってことで、早速行っちゃいますか。レッツゴー、レッツゴー。さあ、高麗さん、食券制です。深夜だけどリスナーさんたちおすすめの油そばとチャーシューも1枚追加しちゃうぜ。やっほー。店員さんに話しかけていただいて、わきあいあいしてると来ましたよ。こちらが高麗さんの油そばチャーシュートッピング。追加したトッピングはチャーシューだけなのに、このボリューム感はかなり嬉しいですよね。それでは深夜のいよいよ、まずはよく混ぜていきましょう。ひえー、タレの香りが先制攻撃。油そばのこの混ぜてる時間ってワクワクしてたまりませんよね。ではよくタレと絡めたところで、スルスル、ほいほいほい。濃いめでジャンキーな味わいかと思いきや、後から来る背脂の少し甘い風味でマイルドに。麺は少し固めの湯加減でかなりの食べ応え。しかし全てがくどくなるギリギリ一歩手前で抑えられて、緻密に計算されているのがわかります。さあ、ここで来ました、チャーシュータイム。紀元山くらいあるこのチャーシューを一気に一口で食らう。おお、肉肉しい見た目とは裏腹に柔らかくてとろけるタイプです。うまい。さあ、どんどん次の一口が欲しくなるこの味。ここでニンニクをドン、そしてラー油もドン。味がどう変化するのか楽しみですね。それでは吸ってみましょう。うひょー、パンチのあるアクセントにピリッとくる風味。ただでさえ病みつきになる味なのに、もっと止まらなくなる。鈴木警報発令中やで。とここで一旦落ち着いて、明日も食らってみましょう。ほうほう、とろける半熟でしっかり味が染みてます。ナチュラルに美味しい。さあ、鈴木警報はまだまだ発令中。海苔とも一緒に吸っても、うん、デリシャス。もう一枚のチャーシューも名残惜しみながら食らっていきます。ひゃー、おいしい。丼の隅々まで麺を探してすすりまくって、はい、完食。本日も大変すれました。絶妙な茹で加減のもっちり麺にタレと油の見事なハーモニーがしっかり絡む素晴らしい一杯でした。では、おすすめ。はい、ごちそうさまでした。いやー、高麗さんにね、行ってきたんですけれども、もうね、麺をずっと言っても一発でうまかったですね。これがね、この麺のベストな湯加減じゃないかと思える中太麺に、濃いめのね、油そばのタレが絡んで、そこにね、ネギや海苔などの風味も足されて、いやー、もう最高でしたね。店員さんもね、フランクな方で、ラーメン屋の情報とかも教えてくれたりして、いやー、かなりこう温かい雰囲気のね、素敵なお店でしたね。それではするの公式キャッチレーズ、高麗さん、近所でキャッチボールとかしてくれたお兄ちゃんや。はい、起動します。セセルの健康診断ということでね、10日に一度のお楽しみ、セセルのね、体重測定、そして今体脂肪もね、やってる体脂肪測定もやっていきたいと思います。それではね、まず体重の方から上がってみたいと思います。今週はね、増えてると思うんだよ。増えてる増えてる。はい、まさかのキープ、やったぜ。え、これかなりいいんじゃないかな、もしかしたら。ちょっと続けてね、体脂肪も上がってみましょう。体脂肪はね、一人で測るのが難しいから、ちょっと測ってくれる人雇いたい。おいおいおい、てか体重減ってない？なんかさっきより。体脂肪が 23.5%。 ということでね、体脂肪も今日着々とこれ減ってますね。これはやったぜ。YTZ、 あ、やっとぜ。ということでね、ラーメンは健康食、黒ウロン茶最強の飲み物、そしてカメラね、少し重い、青汁はね、すでに体脂肪に効き始めているということが再び証明されました。また次回やるじゃないか。